やっぱお金がないの。お金は売れてないから。売れてるわ。じゃあもう売れてないよ。じゃあもう売れてないでいいわ。じゃあでも正直言うと、まあ確かになんかちゃんとはしてたから、でも信用がいまいちできんから 20% ぐらいよ。でも20%、正直。まあ、わかりました。20% って先生ね、今回この町に来られてですね、パーセンテージで税込み決めさせていただいておりますので。あ、そうなん。1000万円になります。単価高ー。おい、単価高いねん。おい、違います。何2000万単価高いねんだから。2000万円やだよ。お稼ぎになってるんですよ。お稼ぎになってるけど、やだ、払えないよ。何2000万って、詐欺じゃん。売れてないんですか。詐欺じゃん。売れてないから払えない。売れとるわ、だから。売れとんねんだから。売れてるなら払えますよね。で、払えないって言ったら、そう、詐欺じゃんだって、こんな。売れてないのか、売れてないのか。売れてないじゃん。お前らが言うじゃん。売れてるってなったら2000万払ったるわ、じゃあ。いやいや、だから全部黄色にして。その先生の占いを得てるから、もう今後あなた黄色いね、全身にしたら売れるんですよ。だそれ保証がないやん。だってそれ保証が大丈夫。先生はね、外したことが90、まあ、それないんですよね。レロ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 レレロ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 レだったよ最後。口番は1%にね当たる。もう可能性って限りなく低い。売れてないか。売れてないかってなんだよ。いい、売れてないかって。いい、じゃあ先生番号は149番です。払わないよ。200万だったら払うよ。249万だったら払う。全然200万だったら払うってのを聞けよ、おい。なあ、わかりました先生。今回売れてなくてちょっと結構お金が厳しそうなので1200万で。誰に200万だっつってんだよ、おい。誰が1000万払うんだよこれに。なあ、いや、売れるんですよここから。払わないよ。売れなかったらどうすんの。戻してくれんのお金。いや、戻せないですけど、売れない確率です。じゃあ、低いよ、だって。レロ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 レー。おい、レロ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 レーやねんな。なあ。やっぱお金がないの。お金は、売れてるわ。じゃあもう、売れてないよ、じゃあ。もう、売れてないでいいわ、じゃあ。わかりました。じゃあ、売れてないってことで、今回200万税込みで。200万だったら払う。全然払う。で、200万税込みでいくら？クリス先生、売れてなかったらしいです。でいいよ、売れてないで。じゃあもうかわいそうですからね。売れてないでいいよ。かわいそうですね。お前バカにするために占いやっとんかよお前。いや、番号の方早く。149番です。149番。もう200万も払いたくないよ別に。そこにさっさと払ってはさっさとさっさと。あ、いやいや、売れない芸人ですからね。もうそれお金がないから。え、税込みで200万。税込み200、あ、税別で、税別で200万 ?250 万。税込みは、ここな、万円です。な、何？ここな、万円。997万円です。997万円です。お前、税入れてどういう計算しとんねん、お前の国。いや、先生の国は本当に。2004% ぐらいやぞ、お前の税率、お前の国の。その中には、フランスから来たので、旅費も入っております。なんで俺がお前の旅費払うんだよ。なあ、ここから売れるんですよ。ココナさんとも付き合う。だから売れないって、絶対に。いや、ココナさん、でもココナさんとは俺じゃないもん、付き合いたいの。だってもう違う時間、俺は別にいいもんだって。別にここなあんたも今一緒なんですよ。なん、ココナ万円、990、ココナ万円ってなんだよ。あとなあ、ココナ万円5やろ、5やろ、コア。あ、じゃあ、分かりました、ココナ万円ということで、555万円。あら、まあ、安くねえわ。あとなん、じゃあ500万だったらいいわ。じゃあ最悪もう555万です。なんで譲らねえんだよお前。先生何番でしたっけ、もう一度。149。それはいい、もうメモった、メモった。149番。それメモった。555は高い。500万やったら払うわ。でもそこはもう折れるわ俺も。あ、じゃあまあ505万でいきましょうか先生。500万や。505万。なんでちょっと5万多め取ろうとしてんだよお前。500万だよ。500万。売れてないからな。売れてないからなじゃねえ。お前ゴーナで、はい、ゴーナ。
はい、ゴーナってココナってかけんなゴーナでおい何頑張りますよこれからも頑張っていただいてこれからも頑張っていただいてじゃねえよ黄色の服やったら絶対売れんだろだってなあ売れますよ売れるんだろ何してんの怖いねん怖いねん先生はね、間違いなく売れるんですよ、うん、なんでおっしゃってるんですなんでバックハグ左耳元ささやきやねんのお前ピエロでいや何を言ってるんですかな怖いってなあ先生はですねうんうんあの、まあ今もうお疲れになってて、ああ、これ以上大きな声を出すことができない。あ、そう。あ、もう先生帰られるようにするので。え、帰るの？皆さんお疲れ様です。な何？飛行機がもうすぐ来てしまうので、あではそうですか私は失礼いたします。かしこまりました先生。かしこまりました先生じゃないよ。なんだあれ？またロスサントスにお越しください。またありがとうございます。三郎速、三郎速は何やってん？三郎速はあそこの。なあ。落ち着いてください。いや、マクロさん、さすがに詐欺ですよ、これは。いや、違います。あなたが、ちゃんと黄色いね、スーツ、そして黄色い服、そしてその帽子も、売れない帽子も取って。売れない帽子ってなんだよ。そういうのが、いわゆる、もう、悪影響を与えてるから。俺のこの格好が。そう。まあ、その自分の違う人格、あるのかもしれないですけど、そこも、ココナさん、良くなり。そしてもうゲームもさらに売れるもう間違いないですよ 65% もあるんですから、そのポーズで言わんといかんことねえいやいや先生がねそのうん押してくださいって最後言ってたんですよは後ろから何左耳ささやきで言えってそうそうあーそうなんだ辛いことがまだたくさんあったからあの通訳のあなたマクドさんって呼ばせたれやお前さすがにいやそれはできないなんでできないの大統領クラスだってお話ししてるからですそこすっごい貴重なんやな自分らにとっていやそうですよその共演者最強で品定めすんなよ絶対にしょうもないなあしょうもないわ大丈夫です安心してください何が大丈夫あなたは結局売れます結局本当だなそうだから絶対に先生の指示に従って服装を変えてください分かった分かった売れるんだもんな、売れるんだ間違いない中は白インナーでジャケット黄色にして帽子脱ぐだけを言ってたよねそうだよなそう、うん、そしたら売れるんやな売れます分かった分かったやるわ、うん、分かったもうそれはもうやっぱ占い受けたからやってみるわ一回お願いしますね、うん、お願いしますねじゃねえよ、うん、よく考えたらこれもバイクも黄色やなよく見たそうなんです多分だからまあ運命だったんでしょうね何のどこの何のあなたが今日黄色っていうラッキーカラーをお先生まだこんな場所にタクシーで行くんかいフランスまでタクシーに行くタクシーでしたがすいませんチャーター用意せえやチャーター用意せえ大統領クラスやったら今日はその最後の姿に見納めをしたいでしょまあまあせやなまあ見納めはしたいじゃあ分かりましたお分かりですからねこれからずっと黄色ドブネズミみたいな感じおいドブネズミって言うたら売れるのにお前あいやいやドブネズミってなんだよ黄色ピカチュウじゃねえかよドーンおい黄色いネズミピカチュウじゃねえかよなここで